粟島マリンパークが今年2月に閉館してから今日で75日。新社長の今村さんは、粟島マリンパークの現状や今後の運営について広く知ってもらうため、地元住民をはじめ年間パスを持っている人などを招き、内覧会を開きました。内覧会は今日とあさっての2日間行われる予定で、初日の今日は140人が参加しました。社長の今村さんは参加者を前に今後のビジョンについて語りました。なので、まずは粟島マリンパークを水族館として残す。で、あとは普通に戻す。普通に楽しい水族館にする。これだけです。まずは僕は今考えているのは。1984年に開業した粟島マリンパーク。40年間にわたり愛されてきましたが、今年2月、施設の老朽化などを理由に閉館に。こうした中、先月、水族館をなんとか再開させようと、放送作家の今村邦人さんが、水族館の運営会社の株式の大半を取得、新たな社長に就任しました。再開への課題となっている水族館の所有権をめぐり、今村さん側は旧粟島ホテル側と和解協議を進め、7月の再オープンを目指しています。今日の内覧会では老朽化の現状を知ってもらおうと、館長が施設の状況を案内して回りました。また閉館以来一般公開されることがなくなり、海の生き物たちの様子が心配されていましたが、アザラシやペンギンたちも元気いっぱいの様子でした。思ってたより元気そうで良かったです。なんかね、いろいろあったので心配だったんですけど、良かったです。できれば存続してもらえるように頑張ってほしいです。7月の再開に向け少しずつ動き出した粟島マリンパーク。飼育員らもその日を心待ちにしています。動物たちがいる以上やっぱり責任がありますので、本当に動物たちを健康に飼育をしていくっていうところだけを考えて頑張ってきました。状況的にはスタッフの人数も少ないんですけれども、やっぱり再演するからにはやっぱり来ていただけるお客様のためにも、もちろん動物たちのためにも、しっかりとできる限りではありますけど、しっかりおもてなしができるように準備はしていきたいなと思いますね。